和太鼓だ。かっけえ。あ、最高姉さん。新種のシーンだな。名誉挽回。後ろマイナス。おお。大した。なんか空気的に俺に上がる感じだったじゃねえか。 山バーガー。リア兄弟を止めました。1年生月島。これ止めてみたかったんですよね。ここまで。買うな。 高かったですね。なんだあいつら、ハイタチとかしろよ。日向がミヤオサムをぴったりマーク。代わりにレフトセンターからの攻撃には日向以外の2人で必ず2枚つく。ちょっと賢い動物なら出来そうな役だね。大役を任された僕に嫉妬かな月島君。そうだね。月島ツッコミめんどくさがんなよ。日向がミヤオサムにコミット。 見たかね、ここ、影山君。まぐれだろ、おめえが一番びっくりしてんじゃねえか。一対一で一番嫌だったブロック。クロスには打たないでね。打てないよね。紛れるシンクロ攻撃。 今の技とか。よし、すげえ嫌だったブロックス。あ、今決めたのお前じゃねえだろ。<笑>もはや俺は攻撃だけの男ではな。来てよ追い影山。ブロック3枚。よし、朝日さんもああいうの打っていいんですよ。いや無理無理、上は無理でしょう。レフト朝日さん、よそげ。 俺ながら良さげな二段倒す。まぐれだな。やべ。よし。10点取ってこいよ。なんで涙目なんだよ。カラスの逆転。 月島、さっき俺が呼んだのしかとしたな。え、だってアズマネさんの方が決めてくれそうだなって思って。なんでそんなにはっきり言うの。ノータッチ。
西野屋でもちゃんと取れるかわかんねえ強烈なサーブが、宮厚夢のサーブで現実だ。あと俺は人を励ますのが苦手だ。 A パスなんかなくても俺が決めてやる。A パスじゃなくていいですけど、高くください。お前はやはりタイミングとかがあれだよね。あ、なんだよ。早い速攻。待って。よし。日向がビビってどうする。月島は宮治と砂凛太郎、この二人とより多くマッチアップしてもらう。頼むぜ、エンジン速攻キラー。はあ、はい。ごめんね、君の大役取っちゃった。いつでも煽りを忘れない月島、仕事人、職人系だな。いざって時借り出されてきっちり仕事した縁の下、成田、俺もどっかで何か劇的な活躍ができるんじゃないかって勘違いしてたんだな。おい、お前がここぞってところでかっこよく決めるチャンスは別に今日で終わりってわけじゃねえんだからな。は、はい。西野屋、前へ。負けてたまるか。終わってたまるか。負けて見たかよ。さっきの俺のレシーブ。じゃあ次取るやつ見てろ。うまそうに食うやつ見とると。周りもみんな腹減ってくんね。合わない。悪かった、謝んないでくれる。僕の高さが足りなかった。うるせえ、俺が見誤った。俺のミスだ。全然そう言ってるように見えないのがすごい。さっこりゃここで決めてみせたエースの意地、東根朝日ノータッチエース。ダメかさん。田中さんの攻撃が必要です。あれは励ましなんかじゃねえ。もっとギリギリ、もっと広く、スパイカーに選択肢を。励ましなんかじゃねえ、この信頼に応えてみせろ。ラインショット、はい、見事に決めてきた田中龍之介。ナイストス。ナイスキー。
ここでこの人を叩き落とせたらチームは大盛り上がりだろうな。でも無理だからいろよ。またも上げたミドルブロッカー日向翔陽。翔陽さん、けどこいつ本当にブロックうめえんだな。くそ、頭はクリアなのに足が遅れる。速さは魔性だ。視野を狭く呼吸を浅く。戻れ、すぐネット際。オーライ。楽してこうぜ。高く優しいファーストタッチ。味方に呼吸をさせるファーストタッチ。やっべえ、泣きそう。返した、すげえ。戻れ戻れ、早く。つらい。何人かやってそうな顔っすね。かっけえ。集中してると俺こんな顔なの。いつもこんなだべ。試合の興奮収まらん。すぐにでも試合したい。気持ち悪い。月島、それ嫌味じゃなく本気のやつだろ。傷ついたぞ。